テレビ。町の看板で般若心経の全文字を集めるっていうブームが俺の中だけで起こって、そのためにわざわざこれも神戸まで来た、うん、だから一文字のために旅をするっていうこういう無駄な努力ブームで、最終的にお寺で取ってはいけないっていうルールを自分に貸してもらったもんで、首を絞めてなかなか集まらなかったけども、もう本当にここら辺こんな無理でしょ、あの二良三脈三菩提のノックとか無理で、これ後にタモリクラブでこういうことやってるっていうのを知ったタモリさんがそれで特集やろうっていうことになって、で何文字かなかったんですけど、珍しくあのタモリクラブが大阪行きの旅費まで出して僕とディレクターが取りに行ったノックの文字、これは、近松門左衛門の戒名の中に一言入っていました、はい、こっちは自分の金銭に触れるものをとりあえず全部描こうと思って、一番初めはこの絵を描きました。これはその時僕なんか分かんないんだけど突如ワニブームっていうのが来てて、でも物を好きになるためには僕絵描くの好きだったから、絵に描くと好きがフィックスされるっていうか、こんなにか頑張って描いたんだから好きに違いないって思い込ませる、まあ、自分洗脳ができるんで、でワニを描いたのいいけど僕基本的に下書きないもんで、ワニが描ききれなかったんですよね、この F15 っていうキャンバスで、でもう描き直すのもめんどくさいからまあいいやと思って、次これを買ってここに描き足したらここにすごくスペースが余ったっていうのがこんなことになったっていうことです。だからそうだな、もうこれこっちの左の縦列は割と最近、前の展覧会では展示してなかった、すごく最近1ヶ月ぐらいでさせて描いたら、そういうね、一個見てもらったらもうね30分ぐらい喋らなきゃならないようなことがいっぱい書いてあって、俺そのコロナ禍の時にぐんぐんひげが伸びてきて、でなんかひげラルキーっていうのが俺の頭に浮かんだもんで、板垣大輔とかひげのものを描いてるだけなんだよね。だから意味はないですけども僕には意味があるっていうやつですよね。で先ほどもちょっとご指摘ある、これは科捜研の女で、僕が頸椎をちょっと痛めた時に再放送で救われたもんで沢口さんを描きました。まあ何か思い出が全部、これは吉本新喜劇の舞台ですからね、舞台セットを描きました。ツアーに行くっていう番組が組まれて花丸マーケットの中で、まあポカンとしてたのはヤックンでしたね。ヤックンはポカンとしてた、司会のヤックンで、僕はまだ新人アナの安住紳一郎さんと、安住さんは夏の暑い日タキシードを着せられて、俺は分厚い演歌歌手みたいな和服着て背中に崖って書いてあるくっそ暑い着物を着てたんですけど、そのアイデアも全部僕が出してたもんで、もう言えなくなっちゃって、それで崖に行ったんですけど、その時の台本ですね、まだ手書きの頃で、ほら安住紳一郎って書いてあるでしょ。だからもうすごい昔のブームなんですけど、でその時にいろいろ崖ブームの時はいろいろテレカ集めたり、まあでも崖ってグッズがなかなか出しにくいものではあるっていうのは分かってたんで、どんなもん出てんのかなと思っていろんなとこ行ったら、やっぱりのれんが多いんですよね。これ当然皆さん欲しくないでしょう。だから僕も欲しくないからここに飾ってやるっていうことですか。これはひょうたんね、これ福部細工って言ってね、こんなもん誰が買うんだろうと思ってたら、ある時うちの実家に帰ったら
今にかけてありましたけど、うちのおかんのセンスすごいなと思いました。これかさわがって言って、もう今絵はがき出すことないと思いますけど、昔とりわけ絵はがきセットの中でもカスのような、出されたやつが困るようなやつばっかりをいっぱい集めました。ないもの、買いたくもないもの、自分を好きだと洗脳して買い集めたこれらの数々を買うときに、お金を出してるとき、もしくは眠い目をこすって朝早くから例えば出歩いてるとき、どんな気持ちになっているのかということと、あと2点目は、そのちょうど今後ろにあるあのコロナ禍の背景に、はい、あの深海生物がいっぱい書かれてるかと思うんです、はいはい、リュウグウノツカイ、ダイオウイカ、はい、お化けタコ、個人的に深海生物好きなの で、 そうです、これには、はい、どういうエピソードがあるのかぜひお伺いしたいと思います。多分これはアリゲーターガーだと思うんだよね。だからアリゲーターだから書いただけです、これはあのワニブームだった、うんとりあえずアリゲーターとかつくやつは深海でもあの地上でもとりあえずチェックするということはやってたんで、だからこれ好きになる方はそのものの本当のことってはないことが好きなんで、あのそこを研究する気はもともとなくて、仏像も小学校でもそうだったんですけど、かっこいいとかなんとか似てるとか、それが言いたいがために多分好きになったんだと思うんですよ。あの僕小学校の時に奈良の興福寺の国宝館のとこの仏塔を加藤登紀子に似てるっていうことがすごい言いたくて、友達にでその話をすごい知ってたんだけど誰も受けなくて、で最終的に僕大人になって上京して伊藤聖光さんっていう人に会った時に、初めて見物記で国宝館に行って、加藤登紀子って一言だけ言い残してあのその場を立ち去ったんですけど、うん、あの見物記にもそういう記述があるように、この人は多分これが言いたいがためだけに来てるんだっていうことが言うことで、なんか言葉の響きとかそのものに対するなんかちょっと気になるところがあると、とりあえず好き嫌い関係なく集めたりすることでさらに好きになろうって思ってるんですよね。高校ぐらいまでは多分そういう僕ロックとかああいうの好きだったんで、あっちからラジオ聴いても好きなことってすごい飛び込んできてるような感覚あったんですけど、もう上京してからはあっちから飛び込んでくることを期待してても飛び込んでこないことが分かったんで、多分なんか定年後に趣味がないとかって言って悩んでる人いるけど、それは飛び込んでこないんですよ。もう年取ったらあっちから、こっちから行かないと。だからこっちから行くためには好き嫌いをまず排除して、うん、とりあえずちょっと気になっただけでもそのものは買わないとダメなんですよ。うん、物を買うとやっぱ頭の中で元を取りたいっていうなんか貧乏根性みたいなのが多分働きんだと思うんですけども、僕はだからその先ほどの質問でないですけども、旅先でその嫌げ物って呼んでる、もらっても多分ちっとも嬉しくないだろう嫌な土産を見つけた時は、まずすぐ手に取ってもうすぐレジに行くっていう、その自分に疑問を与えないっていうか、うん、それ一応レジスタンス運動って呼んでるんだけど、そのレジスタンス運動をすることによって、僕ね、どこだっけな、奈良の田舎の方だったと思うんですけど、そこにも並んでると思うんですけど、あの木彫りのとこに置いてあるやつで、多分ヴィーナスなんですよ、それ、うん、木彫りなんですよ、ものすごくブサイクなんですよ。で、顔のところどころに節がいっぱいあるヴィーナスの、まあ、ポーズを取った木彫りで、もうそれはもうマストじゃないですか、俺彼氏さんなんで、まあ、すぐ手に取ったらものすごいほっこりかぶってたんですよ。で後に聞いたら先々代が仕入れた土産物で値段がわからないって言うんですよ。で俺はその時はもうレジスタンス運動やってたんで、即レジにバンって運んだら、そこのご主人か、その奥さんが、これは先々代の人でちょっと値段がないんでちょっと聞いてきますって裏に入られて、しばし待ってたら、
これは奈良彫りだってなんか急に強気で言い出したんですよ。これは奈良彫りだったって言って3万なんぼって言われて、って思って、そこで躊躇があったんですけど、まあ一緒に行ったあの勝手に観光協会っていうので僕行ってたんで、安西さんになんか2枚ぐらい借りて、その場とりあえずその場は事なきを得たんですけども、どう見てもいらないものだから、でやっぱりそういうなんて一期一会なんで、多分旅の1日目だったと思うんですよ。ずっとそのブザイクヴィーナスと一緒に僕はツアーを回らなきゃなんなくなって、でもその時に教訓を得たのは、高いものの方がやっぱり元を取りたいっていう気持ちが働くもんで、多分あの木彫りのヴィーナス像だけで20本以上は原稿書いてると思います。だから今スラスラ出るのはいっぱい書いてるから、だいぶ修正もしてあるし持ってると思います、この話。倉庫も借り、もう倉庫借りないとしょうがないです。でイベンターの方の倉庫も借りて2つでやってるんですけど、これがもうこの間は、下館の美術館っていうところでやってたんですけど、先月まで。これずっと続けば倉庫代がいらないんですよ俺。だから美術展にはまあ一応なんかそういう NHK の展覧会の告知とか見ると一応巡回って呼ぶんですよね。でも巡回は途切れるんですよ。でもツアーは夏場ずっととかいうイメージあるから、一応ツアーって呼んでるだけで、戻ってきてほしくないっていう気持ちがあります。それは、はい、だから僕はやり続けなきゃなんなくなってるだけで、1997年かなんかにマイブームという言葉で流行語大賞もらったんですよ。でそれまではマイブームという言葉はこの世には存在してなかった。でみんな僕それ原稿では結構マイブームという言葉は使ってたんだけど、誰も相手にしない言葉だったんだけど、なんかある時ちょっといろいろあって、それがちょっと言葉が世界的にじゃないわ、日本的にルーフするようになって、でそれで流行語大賞もらったのはいいんだけど、その月ぐらいからですかね、もう毎週のようにいろんな取材が来て、今のマイブームは何ですか、今の、僕マイブームを聞かれる仕事みたいになったんですよ。僕本当は文章書いたり絵描いたりする人間なのに、マイブーム、絵の話はいいですみたいな、マイブームは今何ですかって聞かれて、まあ確実に自分で自分の首を絞めたんですよ。で今天狗がブームですとか、まあ、マイブームってちょっと条件があって趣味じゃないんですよね。ちょっと人笑い取らないと、なんか編集の人とか新聞社の人って許してくれないんですよ。あ、それ以外のとか いろいろ言われて、俺が多分映画鑑賞とか言おうもんなら、あ、もう却下ですみたいなこと言われそうな感じなんで、で天狗ですとか言った時に、あ、それは違う雑誌で見ましたって言うんですよ。そんなの無理じゃないですか。毎週マイブームってあるわけないし、でなんで流行ってるように見せてるかっていうと、その月出てる雑誌に同じ原稿を僕ほぼ書いてるから、それでマイブームなんですよ。それが僕は一人電通だから、そういう広報を自分でやってるつもりでやってるんだけど、でもそれでもやっぱり許してもらえないんで、でその場でなんか急に思いついた、それこそゴムヘビとか言って、まあちょっと気になってたんだろうけど、何も持ってないグッズもないのに、とりあえず言うだけは言っといて、あ、ゴムヘビですかとか言われて、まあその事なきを得て、その日からゴムヘビを買いに行くツアーに出るっていう、なんか矛盾したこうループ状態が起こってて、だから今のマイブームっていうのはこれなんですよ。うん、巡回さすことだと思います、多分。だから言いました。だからサンリオのキャラですよね。サンリオのキャラっぽく、僕今ちょっとクロミちゃんが好きなんで、そんな感じで僕をしてくれって言って、あのここには嘘偽りがたくさんありますので、ジャロとかには言わないようにしていただきたいです。